ウクライナ戦争から2年想像を超えるロシア軍のダメージ弾薬不足に苦しむウクライナの最大の懸念はモシトラ戦場の景色は第一次大戦の塹壕戦とほとんど変わらない2022年2月24日ロシアのプーチン大統領が侵略戦争を特別軍事作戦だと強弁し 20万人の兵力でウクライナ本土に攻め入ってから丸2年が経過、いよいよ3年目に突入した。進軍目標は、1、北ルート、同盟国ベラルーシからウクライナの首都キーウを占領。2、西ルート、ウクライナ第2の都市ハルキウとドンバス地域の完全占領。3、南ルート、 2014年に占領のクリミア半島からウクライナ南部沿岸地域と将校オデーサを攻略の主に3つ。プーチン氏はキーウは数日で陥落だと短期決戦に自信を見せたが、無双は思い切り外れ、長期消耗戦に突入した。当初、ロシア軍の奇襲は成功し、数週間のうちに、 北はベラルーシから南はウクライナ南西部、さらに国海を望むヘルソンまで全長約 1800km にわたって、ウクライナ国境とアゾフ海、国海沿いに幅100から 150km の占領地を確保する。だが、ウクライナ側の頑強な抵抗と稚拙な作戦計画で間もなくキーウ占領を諦め、 2022年3月には早くもウクライナ北部からの撤収も決意し、兵力を東部ドンバス地域や南部のヘルソン方面の作戦に集中させた。南ルートでは国会沿いに精神。ロシア本土から最も遠いドニプロ川対岸、西岸のヘルソンに達していたが、補給路が伸びきり、戦線の維持が難しくなったためか、 同年11月にヘルソンを捨て、ドニプロ川東岸に交代した。2023年以降は、ウクライナ東部で激戦が繰り広げられ、要衝バフムトや、2024年2月に交通の拠点、アウジーイウカが、それぞれ損害度外視で、攻撃を繰り返すロシア側の手に落ちた以外に大きな変化はなく、戦線は膠着状態となる。 戦場の景色は100年前に欧州で繰り広げられた第一次大戦の残壕戦とほとんど変わらず、両軍とも戦線に沿って残壕やバリケード、有刺鉄線を張り巡らせ、大砲やミサイル、ドローンによる攻撃を続ける。ウクライナのゼレンスキー大統領は状況打開のため、ロシア軍が支配する南部の中心都市メリトポリを奪還しようと反抗作戦に出るが、 結局失敗して今日に至っている。プーチン氏は投入兵力61.7万人と公言するが、両軍の戦力の現状はどうなっているのか。先頃、A シンクタンク国際戦略研究所 IISS が発行したミリタリーバランスの最新版2024年などを参考に迫ってみたい。なお、2023年末時点の戦力比較の表も別表に挙げる。この数字だけを見ると、全項目でロシア軍が相当優位に感じる。しかし、背後に強力な味方の NATO、北大西洋条約機構が控え、 全兵力を投入できるウクライナに対し、ロシアは世界最大の国土と長大な国境線の防備や、隣国との軍事バランスなども考えると、一定規模の兵力を国内に温存させておく必要があり、動員できる兵員数は最大でも全兵力の半分が限界とみられている。ロシア正規軍の地上兵力は56.1万人、 っこ、陸軍50万人のほか、海軍歩兵2.5万人、空挺軍3.5万人、特殊作戦軍0.1万人で、ミリタリーバランスはそのうち、ウクライナ侵略には22.5万人、っこ、本土20万人、クリミア半島2.5万人、投入と見積もる。これは全地上兵力の4割に相当し、すでに乗り代がわずかであることを物語る。 ところが、投入兵力についてほとんど言及してこなかったプーチン氏が、2023年末にメディアのインタビューで、61万7千人と公言し、注目を集めた。これは前述の22.5万人の3倍近い数字で、ロシア軍を古代に見せるためのブラフでは、との海外メディアの見方もあるが、当初は20万人強の兵力で進攻に臨んだが、全く足りず、 その上、占領地の警備にも大兵力が必要で、61.7万人はあながち誇張とも言い切れないと、ある軍事専門家は強調する。ただ、そもそも、ロシア正規軍の地上兵力は56.1万人であり、61.7万人では計算が合わなくなるのも事実だ。しかも、ウクライナ戦争に投入できる正規軍の地上兵力数は、全体の約半分。 30万人が限度と見るのが常識で、プーチン氏が強調する61.7万人には30万人以上も足りない。150万人いる予備役で穴埋めしたのではとの声もある。確かに兵員不足に悩むプーチン氏は2022年9月に予備役の部分動員に踏み切り、30万人の兵員増強を図っている。 ところが国民の反発を招き、全国で徴兵反対デモが頻発。若者の国外逃亡が急増するなど、国内は混乱してしまった。ロシアとウクライナ、どちらのダメージが大きいのか。そこで、兵力動員の源泉として目をつけたのが、33.5万人の兵力を持つ国家親衛隊だと見られている。 国家親衛隊は正規軍とは別の軍事組織で大統領、つまりプーチン氏が直轄し国内の治安維持や反乱の鎮圧を受け持つ。また、推計数十万人と目される受刑者のリクルートも重視し、いわば使い捨ての囚人部隊ストーム Z を新編。まともな装備もないまま前線で突撃を命じられ、 ウクライナ軍の弾薬の消耗を促すだけの標的として使われているようだ。さらに、悪名高きワグネルなど民間軍事会社という名の傭兵組織を頼ったり、シベリア地域の貧しい少数民族出身者を高い報酬を餌に採用したりと、あの手この手で兵員をかき集めている。大国ロシアとはいえ、兵員不足は深刻らしく、 今年3月の総選挙では圧倒的な支持率で大統領続投を果たす自作自演シナリオを描くプーチン氏はこれを見はたに国民から絶大な信頼を得ている証拠と嘘吹き予備役の本格動員に踏み切るのではないかと軍事専門家は読むウクライナ戦争による死傷者についても両国は明言を避けるが米ニューヨークタイムズ紙は2023年夏までに 両軍の死傷者数が50万人に達し、うち戦死者はロシアが最大12万人、ウクライナが同7万人に上ると報じた。また、2024年に米国防総省ペンタゴンも、ロシア軍の死傷者は31万5千人との見解を発表。軍事の世界では、負傷者は戦死者の3倍と推測されているため、これに従えば、戦死者約8万人、 負傷者、約24万人が実態に近い数字ではないだろうか。アメリカは1960年から73年の13年間、ベトナム戦争に参戦し、約5万8000人の戦死者を出したが、これと比べても犠牲者があまりにも多いことがわかる。さらに、ウクライナの市民団体は2023年11月に、 自国軍の死者を約3万人と推測している。いずれにせよ、ロシア軍の犠牲者の多さが際立つが、分母となる総人口を考えると、ロシアの約1億4500万人、確保2021年に対し、ウクライナは約4400万人、確保どと、ほぼ3分の1で、割合で考えれば、むしろ、ウクライナのダメージの方が大きいのではと懸念する向きもある。 消耗激しいロシア軍の戦車、実戦配備できる本当の台数。想像を超えるほどの戦車の消耗数もウクライナ戦争の特徴で、特にロシア側は桁外れだ。別表でもわかるように、実戦配備の台数が2年間で1400台以上も減ってしまっている。 そればかりか予備として保管する中古車の在庫の減り方も尋常ではなく、2年間に1200万200台から4000台と、実に約6000台も消えている。ミリタリーバランスの数値はあくまでも推計で、多少の誤差は仕方ないが、それを割り引いても異常とも言える減少数である。前出の軍事専門家はこう推察する。 開戦以前に1万台以上あると思われた戦車の在庫も実際に倉出しするとエンジンや重要部品が転売のため抜き去られていたりそもそも管理がずさんで書類上の数字と在庫数が合わなかったりする実車はあるがサビだらけで使い物にならないなどという事例も日常茶飯事なのだろう戦車数台を合体して1台を完成させるともぐい方式で 使えそうな車体に別の戦車から取り出したエンジンや大砲、キャタピラを取り付けて再生させることもある。つまり、在庫数がそのまま予備の戦車数として期待できるとは限らず、実際はかなり割り引いて考えるべきだろう。IISS はミリタリーバランス2024年版の中で、ロシアは全面侵攻後2900台以上の戦車を失ったが、 在庫の中古戦車を月産90台のペースで再生して軍に納入しており、あと2、3年は戦争継続が可能。もっと長期間にも耐えられるかもしれないと分析している。同じように、オランダの著名な軍事ウェブサイトオリックスも、ロシア軍の戦車損失数を約2700台と弾き、IISS の見立てとほぼ一致する。 さらにロシアは戦車の新車も年間200台ほど量産している模様で、本来は相当数を輸出に回すが、緊急事態のため輸出分の大半も戦場に送り込んでいる模様だ。